何一つ合ってないわ。ちょっとね、ちょっとね、見せてあげたいんやけどね、そこまで汚くはないんやけどね、やっぱね、持って帰ってきたっていうのがあってね、ちょっとね、箱とかがね、汁でダンシングしちゃってるのよ。ちょっとね、あんま得意じゃない人もいたら申し訳ないから。かぼちゃ、ポテト、お昼てんちゃんを見ましただって。パフォーマンス素晴らしいだって。うん、嬉しい、ありがとう。でも大丈夫ですか？うん、まあ若干痛いけどね、なんかもう腕が死ぬほど上がんないほどではなかったから頑張りました。うん、まあ痛いけどね、でもなんかもう無理だ、上がらないぜだよね、上がるけど痛いみたいな。そう、割とリハの時はね結構痛くて上がんないなと思ったんだけど、まあ本番はなんとかね勢いとともにねやればできたわ。なんこれ、これなんか投げまいけど何もかわからん。肉やったわ。昼のお弁当めっちゃ美味しかったよな。のり弁って美味しいよね。あ、のり弁って美味しくない？カツオが美味しいよね。おカツオが。うん。うん、昨日テクテクサンバ見ましたって。せんべい食べてる時のゆりなちゃんが、ゆりなさんが可愛くてトップガンにしちゃいました。嘘でしょ、そんな可愛い顔して食べてないんだけど。はい、おいしい。私あの日マジでまつげもなんか湿気で、朝雨降っとったんで、でマスクをずっとしてたよ。まつげもなんかマスクしとって湿気があってもめっちゃまつげがこうパサッとなっとる日はパサッとなったんやけど、あの日全然なってなくてもほぼストレートみたいな。でも、ま、前髪もめっちゃ調子悪くて、なんかどうした前髪みたいな前髪やったし、なんかね、なるとよかった。テクテク散歩なあ、嬉しい。着物似合ってた？そう、二十歳ぶりに振り袖を着たの。おお、うん、ローストビー。着付けはしてもらったんですよ、あのコスプレ館のところで。をやっていただいて、だから、ほう、あ、着物は、うん、自分で選びました。あれは私を選びました。かわいいやろ、赤と黒。そう、あの日朝4時半に起きてるから、うち、あの日私は朝4時半に起きてテクテク散歩の収録をしたら、そのままその足でレッスンをして帰ってきたっていう
結構クタクタな一日だったふふ眠そうな感じはしなかった。うん、仕事で眠そうな感じ出してたらやばいやろうん、初めましてだって。うんうんうん、イエーイ。今日もぐっすり眠そうで、うん、寝る。今日のクイズの部分面白かったでしょ。うん、みんながバカボン知らないことにびっくりしたんだけど、まあ、私はあれはバカポンの歌を思い出して、どっちが聞き覚えがあるかなと思って、うーんって考えて、こっちだってなった。ということはそれはバカポンの歌だから反対だってなって、こっちが正解だって分かったんですよ。そう、逆に知ってるのすごい。本当？うんふんうんふんうんふん、月も一緒ってよくわかったね。だって、うん、なんかね、登って沈むのは全部一緒なのかなって思ってたから、まあ深い意味はないよ。ゆりなちゃんの年代じゃないよ。まあね、年代は違うけどね、まあまあ受け継がれていくものだからさ。今唇が大荒れしててレッチってんだよね。もう唇今荒れ地なの。また荒れ地になっちゃった唇。だからね、これリップついてんじゃないの。ただ単に荒れてるから口が赤いのうち普段リップつけないと口真っ青だから。うん、かわいそうでしょ私の口ね。もう冬はねダメなのよ、すぐなっちゃう子。うん、今日もかわいい、よくわかってる、ありがとうございますうん、バカポン知って嬉しいだった。うん、まあ詳しくはないけどね、腹は減ってるよぐらい。全然アニメとか見たことないから知識はないんだけど、うん、今日のね、あれだ、一個残してあげたよ。やった。うん、今日のさ、うんだっけ、なんだっけ、今日の髪型さ、どう？2回目のさ髪型あれにしたの、あのお団子どう？珍しくない？私がお団子するって。バカポンのママとルパンの藤子ちゃん同じ声優さん。めえ、そうなの？あれでも藤子ちゃんって声優さん変わったよね。
どっちの藤子ちゃんなの？古い方、新しい方、どっちの藤子ちゃんだ？自分で決めてた髪型、うん、自分でこれにするって決めた。おすすめのアニメ手紙に書こうとしたんだけど間に合わなかったので次回送らせていただきます。オッケー、次回待ってるん。団子可愛かった？ねー、嬉しい。あ、古い方、うん、そうなんだ。そうだよね、次元さんが変わったから初期面全部変わった。確かに次元さんだけがずっと変わってなかっただよね。そのイメージめっちゃあるわ。てかさ、なんかさ、なんかさ見たんだけどさ、ルパンってさ、みんなが知ってるあのルパンの顔ですら本当の顔じゃないんですよ。ルパンのさ、普段みんなが出てるさ、逃げ寄る顔あるじゃん、変装とか解いた下に出てくるルパンの顔ってあるやん。でもあれって本当のルパンの顔じゃないねって、あれすらも変装の顔やねんって。だからルパンの顔を本当作り物やから、あの下に本当の素顔があんねんって。知らんくて、もうさ、え、あれ、え、今まで見よったのルパンってほんまの顔ちゃうねんやと思って、もう、え、そんなん絶対、うわーすごい、仲間にも絶対素顔見せへんし、もういざとなったら 100% 逃げ切れるように、わー、まあ敵を欺くならまず味方からって、とかもうなんか徹底的な人なんやなと思ってびっくりした。そう、そういう設定なんですよ。そう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 、すごくない？マジでびっくりしたんやけど、私って目がね出てきた、びっくりして。あ涙か、涙みたいになってた。ピュッ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 。ふうじこちゃんってルパンルパンルパンドゥドゥン。え、ちゃんと見たことある？ルパン、あ、何話か見たことあるよ、全然普通に。だって長いやん、ルパンやって。だからそのなんていうの、全部つなげては見たことないけど、ところどころ要所要所とか、あと映画とかコナン君とコラボしたやつとか見たことあるし、そう、映画も何本か見たことはあるんやけど、普通に、そうそうそう、カリオストロの城は見たことある。それね、ケンコバさんにも言われたんですけど、見たことないんですよ、そちらさんね、見たことないですよ。そう、すごい言われたんやけど、ちょっと見たことなくてですね、見たいんですけどね。そう、ルパンの普通 の、 あの短い話は見たことある。なんかそういうあのテレビのさ、あれやん、今はさ、そのさ、ネットフリーとかアマプラとかあるけどさ、じゃなくて昔とかは割とあれじゃなかった、アニメ、まあ、キッズステーションとかアニマックスがさ、あれだったやん、それでよく見てましたよ私。金曜ロードショーでやるとき覚えてたら教えるね、だって。よろしく、それはマジでよろしく。そうなの、ルパンの顔が若干違うかも、だって。へー、あるあるやな、他のアニメのとこに出たらちょっとキャラの顔違うみたいな。ねえ、ルパンとコナンのコラボ面白かったよね。ねえ、めっちゃ面白かった。それで探偵とさ、泥棒ってなかなかあれじゃない？そう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 、まだ栗田さんじゃない時のルパンだって。もう古いルパンは分からんね、古いでな。新しいルパンならさ聞いたあれやけどさ、古いルパンはあんまり分からへん。
でもやっぱ長寿のさアニメとかってさ声優さん変わるよね。しんちゃんとかもそうやしさ、ドラえもんとかさ、それこそルパンとかさ、人気の長いさ、あとまああれ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 、まる子ちゃんとかさ、あのサザエさんとかもそうやけどさ、やっぱ長いやっぱ声優さん自体もね、お年を取られていかれますから、ずっと一緒とはなかなかね。うん、すごい、そうなんだ。今のルパンの声優さんはもともとルパンのモノマネをやってた人なんだ。ルパンのモノマネをやってて声優さん交代になった時に、ああそうか、あんまり違和感をなくすために、じゃあこのすごいニトルケンあなたでってなったんや。すごい、それはすごい。なんかもうやんな、そんないいんですか、僕がルパンをってなるよな。すげー、すごいすごいすごい、そうなの、すごいね。そうなんだ、それすごいね。人生何があるかわからんね、それはね。めっちゃ嫌だったらしい。でも確かにそうよな。いや、なんかそもそも引き継ぎってすごく本当にあのね、嬉しいことプラスプレッシャーはやばそうってめっちゃ思う。だってみんな元々の声優さんの声でインプットされてるのを急に変わったら、って絶対違和感でしか最初はないのよ。それがだんだん耳が慣れてきてっていうのはあるかもしれないけど、だいたい人ってやっぱり最初にあるものはやっぱりな、オリジナルメンバーじゃないもの以外はだいたいみんな一回うんってなるの。結局ちょっとね、そううんってなってしまうものがもう普通やから、そうその重圧に耐えて乗り切ったの本当にすごいよね。でも確かにすごくわかるよ。なんかやっぱいいなとってもさ、ちびまる子ちゃんとかさ、サザエさんとか見ててもさ、私が生産変われたりとかして、って思ったりとかさ、結構さちょくちょく変わったりするやん、声優さんとかね。しかも一時的に変わったりする時とかもあるやん、たまにそのなんていうの、声優さんがまあそうですね、体調崩して、じゃあちょっと長期お休みをとか、あのね、産休取られてとか、女性の方だったらね、そういうのもあって一時的にやっぱりこうシューシューシューで撮った長いワンピースとかもそうやん、なんか一時的だけなチョッパーの声変わってたりとかもしたりとか、あのちょっとの期間生産が変わるとか結構ね、そうあるからね、そういう時ね、うんってなるよね。確かにうんってなる。そうそう、でもワンピースは本当に早く、ワンピースは本当に麦わら一味誰一人声優さんが変わることなく完結してほしい。でもなんか言ったような先生もさ、そのワンピースはなんか5年以内に終わりますみたいな感じでなんか言ったよね、インタビューかなんかのやつでさ、そうなんかこの声優さんがみんなこのまんまでゴールまで行きたいみたいな言っとったよね。そうん？なんか思うよ、すごい。やっぱり行ってほしい、本当に行ってほしい。行ってほしい、変わらずに行ってほしい、変わらんでほしいよ。
ね、まああとさ声優さんが本当に10代の時にさまだ声変わりとかやってない時とかにさ声優やって大人になってさもうあの声は出ませんとか、それこそあれだよな、千と千尋の神隠しの白の声優さんってさ白の時めちゃくちゃ若かってさもうあの白の声は出ませんって言って言っとるよね。そう、もうあのあれは昔で若かったから自分が、そうもうあの時の声はもう今は出ませんってなんか言ってなかったっけ、なんかラジオかなんかで聞いたことあんねんけど、え、分からんけどね。いや本当か、いや本当か、そのたまたその風になんかいやいやいやみたいな感じだったから、なんか普通にいやもう出ないですよみたいな、そんなそんなみたいなっていう風に言うと、なんかその深刻になんかいやもう出ませんからみたいなじゃなくて、普通になんかあのいやいやいやもうあれだったんでみたいな感じでラジオで言ってたからあれやねんけど、そう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 、うん、やっぱ若くって男の人とかね女性に比べてあの変声期じゃなくて、あ変声期か、声変わり、声変わり、そう声変わりっていうものが存在するからさ結構難しいよね。若いうちに若い時に若い役やるによって、大人になってじゃあその役やってみてくださいって言われてもね、声がね変わるとねなかなかね難しいよね、元に戻すのね。うん、そうだよね、むずいよねそういうのってね。うーん、マジで本当にむずいよね、大変、声を仕事にしている人たちはとっても難しそう。なんかね、その人なんかさ、別にさその人がさ声変わってもさ、まあ、ユリナという人は声変わってもユリナという人やから、でもさ声優さんってさキャラクターやから、自分をじゃなくてキャラを演じてるからさ、そうそうそう、むずいよねそういうとこ。だってさ自分がユーナの声が変わったとしてもユーナは変わらんやん、そのユリナやん。でもさ声優さんがさキャラ、じゃあ A というキャラをやってて10代の時に、じゃあもう40、50になって声変わりする前に A というキャラをやってて、じゃあ50、40になって A というキャラやってみてくださいってやった時にあれ違うかなみたいな感じにねやったりとかね、本当も大変だよね。本当にね、すごいよね。そう思ったら声優さんね、目がシャボシャボする。ねえ、なんでこの話になったか全然分からんけど、ルパンか、ルパンだ。ルパンルパンやった。ガンダムのシャアの声も当時と最近ではだいぶ違うので、そうなの？そうなんだ。あー石田さんのセーラームーンのねキャラもね、確かに確かに。そうですよね。むずいよね。ほんと何歳になってもなんか若い声出る人は若い声出るよな、ほんとすごいよな、ええみたいな。ねえ本当にすごい、マジで、声優さん、ゆいなのバーティー公演の頃と比べて声は少しずつ変わってきてると思う。いやあの頃より全然声違うよ。だってあの時と比べてもさ全然声違う。昔の方が声が高かった。
歌声もねやっぱり変わるよコロコロと。うん、やっぱりそうそうそう、コロコロ変わる変わる。そうなんですよ。結構変わった。いや、すごい大幅にチェンジしたわけではないけど。何が？昔と声。ねえね。うん。あんましちゃだ。高一やろ。うん。そんな大幅にチェンジしたわけではないし、なんか歌声も、いや歌声は歌の幅が広がったんじゃない？昔相当下手くそやったからさ。あの時よりか高い声も低い声も出るようになったよね、やっぱり。うん、歌を歌うようになって。そう、そこは成長したんじゃないか。いや成長してないって言われたらもうぐっさりやけどな。でも歌は上手くなったよ。ぐっさりやけど、そう、歌は上手くなったね、これでもね、実は。うん、そうそう。え、でも結構やっぱ周りの子見よってもさ、ほんまに上手くなったよな、みんな。な、みんな本当に上手くなった。うん、すごい思う。メンバーの歌とか聴いててもさ、うん、ボイトレに行ってる人は行ってるよ、そらもちろん。行って、その行ってるの人もおるし、行ってたの人もおる、多分。行っとってある程度その歌い方とか出し方とか分かったりとか、なんかここがこうこうって分かって、もうあとはもう行ってへん。やっぱボイトレってね、めちゃくちゃ高いのよ、あれ。すっごいお金かかるの。そうだから、そうだから行ってた。でも結構通っとった人はね、多いよ、やっぱり。うん、行っとったっていう人がね。そう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 、結構やっぱおります。うん、そう、私も行きたいな。でもなんかどこがいいんかわからんすぎて、一回も行ったことない。一回も行ったことないけど、そうなと思ってんねんけど、そうなん、自分のためにお金使わなきゃ。うん、そうね、そうね、まあそうなんだけどさ、そうなんですよね。いやー、ちょっとね、お金ない。お金ないっす。え、だって1回で割とするよ。まあ場所とか人にもよるし、教室にもよる。ピンキリかもしれないけど、やっぱり高いとか万とかするからさ、万ぐらいするからさ、本当に。そうなんです。そんなお金はちょっとない。そんなことしよったらほんまに火の車やわ、燃えてしまう私が。でもだからできるだけお家で一生懸命練習して、歌を、その本当の歌をたくさん聴いて、一生懸命練習して、あのお腹から声出すっていうのを、その公演前とかもね、発声とかみんなでやってんの。なんかああいう感じのやつをやってみたいなね。できることをやってる。そう、そう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 。僕はゆりなに
さんに燃えてますだって。ウケるウケる、ありがとうございます。家でやるならせめて自分の歌を録音して聴いた方がいいよ。いやもうそれはねやってる、うん、もう何年も前からやってる。そうやってるよ。何公園で、何階建てご用する公園で鍛えられたでしょ。うん、まあ似てそれ最近のことやけどな。鍛えられたかどうかは分からんけど、まあでも一人で歌うっていうことを経験したのは大きいことかな。やっぱり今まで一人で歌うってことを経験したことがなかったので、一人で歌うっていうことを経験したっていうことは、まあ遅いですけどもだいぶね、うん、やってる子は結構やってたりするけどっていうのはいい経験にはなったのかなっていうふうには思います。やっぱり、うん、一人で立つと一人で立たないってだいぶ違うと思う。うん、そう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 だと私は思っています。そうですね。月と水鏡もう一度聞きたいです。だってありがとうございます。嬉しい。自信はついたんですよ。自信そんなもん昔からどこにもないですよ。え、私言っとくけど自信持ってるもんなんて何一つない、自分に対して。あ、マジ私は髪の毛がサラサラなことぐらいかな。本当に羨ましいやろっていうぐらい、マジ天使のツヤリングすごいから。ツヤンツヤンサランサラン。最近ならさ、逆にさ、さいつもお風呂上がってきてタオルドライしたら、あの洗い流すなトリートメントやるんですけど、今切らしちゃってて、それをそう切らしちゃってて、最近もうここ3日4日ぐらいずっとつけてへんの。でもそれでもツヤンツヤンな、もうテカンテカンな、サラサラって着ないよ。そう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 、全然何もしてへんのにサラサラやから、自分しかもメンテなんて1年に1回行っとるか行ってへんかぐらいやから、髪切るだけやもん。そうの時にメンテ行くね、うんうん、それぐらいが、それ年一、年一やから、年一か年一、いや前の時年1年以上空いとったよ。かこないだの時は割と半年ぐらいだった、珍しい半年に1回、大体いつも年一やから。それにしてもこのサラサラ具合は素晴らしいやろっていうことぐらいじゃない。マジで自信を持って皆さんにお届けできることは、目のでかさ、目のでかさ、目でかくないで、しじみみたいで、こんな感じ。これはメイクや、メイク、それはみんなに嫌味を言うこと。いや、これはメイクやって、メイクでどうにでもなるで、ほんまに。こんなんすっぴん、すっぴんやとお目目ちょぼちょぼやから、ちょぼちょぼてんてんやから、こんなんでメイクでどうにもなんのよ。それそれそれ、そう、まあそれぐらい自信を持ってお届けできること。自信なんて何もない、自信なんてないけど、でもいいのさ、えいえい。最近歌多いな。うん、いつものこと。水着良かったよ、だって。嬉しい、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。イエーイ、ピース。EX 大使楽しみ、11月15日みんな買ってね、よろしくお願いします。アカウントスタイル自信持っていいと思うの。本当に、いやー、なんか最近のスタイルの良さの基準がもうポッキーポッキーすぎてちょっとついていけない。多分もうちょっと前だったらスタイルいいって言われたかもしれん。今のね、この現代の若者たち、若者たちが言うスタイルはいいわ、マジでポッキーやから、ちょっとそれにはついていけないわ。無理無理、私ポッキーにはなれないの。ポッキー大好きだけど食べるのは自分はなれないの。でもありがたいことに手足は長いねって絶対言われる。確かに腕は長いと思う、自分でも。服がよくチンチクリンだから袖足りてない、袖よく足りないんですよ、マジで。普通の服とか袖長めとか、去年とか一昨年ぐらい袖長めの服が流行ってたやんか。
そういうのマジでありがたい。ロンティーとかでもさ、ここ短いのに腕長めとかさ、めっちゃ流行ったやん。めっちゃありがたい、ほんと。ほんとに腕はね、なんか知らんけどね、長い腕はね。足もね、もっと痩せたら多分もうちょっと長く見えると思う。ほんとに痩せたら足って長くなるの。長くなるっていうか、長く見える。見える。うん、そう、そうなんですよ。ありがたいことに、そう、なんかね、生まれた時おぎゃおぎゃって出た時に、この受け取ってくれたあの何、助産師さんかな、うん、が、わあこの子は足が長いですねって ママに言いよったらしい。お腹の中からやで。あ、お腹の中からか、エコーからやって。あ、そうなんや、それは知らんかった。めっちゃ取り上げられた時に、まあこの子足が長いですね言われた、言うとはずっと聞きよったけど、そう。でも最近の子はもっと長い、なんか異次元マジで。なんかどん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 さ、体型もさ、昔はさ割とさ日本人って結構なんていうの、あんまりだったけど、外国の人の方がやっぱ手足は長いって言われよったけどさ、最近の子ってさ本当にさ手足長い子多いね。なんか普通にさ、私通勤通学するじゃないですか、まあ、仕事に行くのに電車乗るやん。最近足長い子多いわ、学生とか見よっても、うん、なんかやっぱ時間帯早いとさ、とか夕方とかだとさ、学生のさ通勤通学とブッキングするわけよく。で最近の子なんてスカートがまあ短いものよ。いや分からんよ東京の人がそうなんかもしれんけど、足長い子がほんまに多い。そう、めっちゃ長い、みんな。そうなんです。なんかすごいいいな、もうちょっと遅く生まれちゃったらもうちょっと長かったかもしれないとか言うて。どういうこと。そうね、なんかすごいよね。なんでなんだろう、食べ物のせい。そんなことないか。そんなことないか。そんなことないか。分からんけど、りょうてんちゃんが理想とするスタイルがいい芸能人さんいますか。え、誰だろうな、スタイルがいい。え、誰だろう。え、誰だろう、わかんない、誰だろうね。でも好きな女優さんとかは武井美さんとか新川優愛さんとか北川景子さんとか好きです。そう。テンテンは全体的なバランスがいいので、ありがとうございます、嬉しい。確かに切り抜けばあんまり良くないかもしれん。切り抜けばあんまり良くない。トータル見、うん、頭からつま先まで見てもらわんとじゃあかんねあかんね。吉川アイさんにも似てる。めっちゃ言われんのそれ、マジで。もうね、すごい言われる、すごい言われる。それメンバーにも言われる、スタッフさんにも言われる。みんな似てる、ありがとう、いいんかなとか言って、ね、いいんかな。それはもうファンの人に怒られそう、その吉川愛さんのファンの人に怒られてしまいそう。でも私は服着てると結構漏れる。服着てないと漏れない。なんで半袖なの。え、これ今日着とったやつ。寒いない。寒いよ。でも帰ってきてすぐショールームしたけんな、あのポカポカだった。帰いやポカポカじゃないけど全然。帰ってきて、そのとりあえずこれあんまり着てへんの今日。ずっと長袖やってんな。レッスンの時も結局脱いじゃって長袖だけ着てたの。パーカーだけ着とって、それで全然着てへんかった、もったいないやん、どうせ洗うのに。やからお家に帰ってきてズボンも上も脱ぐやろ、汚いからパッて、バイキン電車乗ってきてるから。やからで、この持ってきたこれを着たの。寒い。今日そんなに寒くなかった。めちゃくちゃ寒いわけじゃないけど普通に寒い。あったかくはないよな。うん、そう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 、ちょっとあったかく、あったかく
ないね半袖やからね。なんだよな、レッスンの時にめっちゃパーカーで長袖やったのにな急に家に帰ってきてじっとしてるのに、あのあれそうそうなんですよ。まあでも大丈夫。いやなんか私最初15分ぐらいのつもりやったからさ、そう45分、40分ぐらい、うん。天童公園、鉄の今日の昼公園行きました。3連続で立ち見広報でした。泣きーって。ピエンですね、それはそれはピエンですね。こたつ出してる。ヨテちゃんいつか TGC 東京ガールズコレクションが出てほしい。だって、うん、だったらあと6キロぐらい落とさないと無理かもしれん。6キロぐらい落とさないと無理かもしれん。いつか出てみたいですけどね、とってはもう。いやでも最近の子は私の身長だったらそれぐらいの、私の体重を知らないと思うけど皆さんは、うん、でもなんか最近の子は本当にそれぐらいカリカリなんですよ。そう、うん、そうなんですよ。だから本当に6キロってどう頑張っても落ちなさそう。6キロか、6キロも落としたことない自分。え、だってさ、あの時寝込んだ時で何キロ落ちたんだろうっていうぐらいじゃない？4キロか、それでも。うん、でもその前にもう落ちとったよ、ね、レッスンで。そうね、その前にも落ちとったっけ。だからその落ちる、そのレッスン、そのコロナになる前に、私多分コロナになる前にちょっとな、2キロぐらい痩せたんや。多分それも、落ちとるそれもあるね。で、その前から、計算するとね、からだったらね、4キロぐらい落ちたよ。4キロちょっと落ちた。そう、まあすくすくと食べれるようになったらまあまあ回復してしまって、もう全然プラスになってしまうぐらい食べてしまったけど。そうなんですよ。でもそれでも6キロ落としたことないからな。私多分最高でも5キロぐらいしかないかもしれん。そう、6キロはね無理よ。だってうちそのコロナ、まあ、なる前からの計算だったとしても、そうだったとしても、あの時はマジで食べてないからな。まあ、消費もしてへんかったけど、ずっともしんどくて寝とったから。もう夏だったら消費すんじゃん。あ、確かに歩かれへんかったし、そもそもっていうのもあって、ずっと寝てたけど全然食べへんくて、それぐらいしか落ちへんかったからな。そう、そうそうそう、そやべえやな まあ私食べることが幸せで生きてるから、もう私から食べることを取られたらもう全然楽しくない。全然楽しくない。まあ時間、食べることで楽しいって感じ。もう食べるの大好き、アイラブなの。そう、わーいっぱいなんか降ってきた。え、今もやってるんだっけあれでもアイドルなんだよ。だってもうちょい痩せろってことかな君はアイドルなんだからもうちょっと痩せた方がいいよって
でも私ね、よく痩せたり太ったり痩せたり太ったりよくしよるよな。そう、わからん、見た目は変わらん、あんまり。体重は波打つ、波打つな、体重はすごく波打つな。でも測らんやん、普段測りよった時な、気にしよった時な、体重を結構波打ちよったよ。もうちょっと痩せてます、またすぐ食べちゃうからやめた、体重に頼ることはやめた。見た目重視やって。そう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 、でも体重測ってないもん。いや、てか測ってないってか、今測れんって言ったら無理。怖い。え、絶対今重いから、絶対今重いから、もう絶対乗られへん。え、でも今日あの劇場見た時の足細かったよ。じゃあ足やないねん、腕か。うん、腕と顔、ぽよよんって。顔はさ、今が一番隠れてるところが一番太ってるから。隠れるから大丈夫。顔太らんくなったでな。うん、前顔がすごい変わりよったのに。そう、太ったらすぐ顔出よったもんな、うん、本当に。今全然分からん、今いいぐらい、今いいぐらい、うん、ちょっと悪いけどな、でも言うて。いや、今怖い、今いいぐらいと思う。あ、本当？嬉しい、イエイエイエイ。何の話しとったんやっけ、忘れてた。何だっけな、なんか話しらんかったね、ちゃん。あ、そうそう、え、あれやんな、イベントって始まってんの、新しいやつちゃう。あれ始まってんかったっけ。始まってるよね。あった、ん、ショールームの、うん、え、あの新しいやつのやつのやつのやつ始まってるよね。旅行ギフト券みたいな、違う違う、パーク券だっけな、違う、ショールームランド、そう、それそれそれ、旅行券。もう明日で終わりなんやって。えー、明日までなんやって。あ、もう間に合わんや、最悪。えー、いつからやったんそれ、忘れてた完全に。8から14、8やったんや。最悪。お姉ちゃん今何本、ちょっと今見よるけん待って。えー、明日でおしまいなん、最悪。えー、お時間あった、旅行行きたい。えー、なんかいつでも使えるみたいなやつやな。あ、いつやろいつやろと思ってた。もう終わるんかい明日で。え、ショック、明日だ、嘘、無ショックすぎる。はあ、悲しい悲しい悲しい。目から鱗がビョ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 って出てきてしまうわ。え、コメントで流れてない、嘘、今なんだって。え、ねえ、全然残り10万やって絶対無理やわ。だから20万ぐらいやん。20万、半分やん、全然無理やん。ああ、つらできんかった、ショック。はあ、そっか。おピエンピエンピエン、9万3491。あと11万。え、無理やん、11万。へえ、好きなテーマパークに行こう、いつでも使える。えー、行きたい、テーマパーク。もう何年も行ってないで、4年、5年、4年、3年半ぐらい行ってへん。えー、行きたかった。達成した人おるんかな、今回短いやん。うん、短いし高いしな、ポイント数。え、ポイント数は変わらんか、いつもと。え、大西七瀬達成したけど、だってでもこれ1枚じゃん。え、1枚でもいいやん、一人で行ってらっしゃい。あ、ほんと1枚自分で払って。え、だって2人払わなあかへん、いかんとこを半額なんやで。さすがに無理や、明日だけど。もう最悪や。はあ、もう最初から言えばよかった。最悪。あ、もうショックや。ああ、ね、もう最近娯楽っていう娯楽なんもしてない、もうここ3年ぐらい。ねえ、ねえ、ねえ、タワー、タワーかな、悲しい。あ、やった、お城が建てたで。地道な走り屋さん、お城ありがとうございます。あ、春太郎さん、お城ありがとうございます。わーい、ありがとう、優しい、ありがとうございます。あ、
ありがとうございます。富士急行ったからいいやん。いや何年前の話よ。でもジェットコースター乗れる。え、一緒に行ったら乗らすで。富士急の。好きなテーマパークの。うん。なんか多分あるんやろ。何個かここで使えますよ。うん。え、一緒に行ったらジェットコースター乗らすで。じゃあ一人で行こうかな。なんで？コーヒーカップとか乗れる？乗るの？乗るよ。観覧車とか。うん、コーヒーカップ乗るよ。コーヒーカップ乗っていつも用って気持ち悪なる。おいちょいちょい。ブランコ的なの。え、絶対嫌。それはマジで嫌。足がガッチリホールドされてないとマジで。大好きなんやけど。観覧車高いよ。うん。大丈夫な。だって見てないもん。揺らしたらブチ切れるけど。あ、まいまつさん、どうもありがとうございます。あれあれ、ちょっと待って。まいまつさん、観覧車ありがとうございます。ありがとう、わーい。え、いいな、遊園地だって。え、もしできたら一緒に行かん。遊びたい。え、だってもう何年もさ、娯楽なんてしてないよ。ショッピング行きたいな。それ誰まで言うた？え、タワー誰まで言う？あ、ちょっと待って、ロバさん、ロバさん、クマさん、ありがとうございます。あ、地道な走り屋さんがまた立てて出てる。出てもう言われへん。地道な走り屋さんがタワー立ててくれた。え、ありがとう、わーい。お城や、お城。ありがとうございます。ありがとう。このお城そんなにすんの？なんか動きつきのやつがいつもの場合や。動いてんのこれ？あの虹のやつ。あ、虹のやつ。お城やな。あ、お城って言った？お城って言った。あ、ごめん。まあ。すご。あ、カズさんも出してくれた。カズさんもお城ありがとうございます。お城だよね。お城ありがとうございます。あ、待って、やばいやばい、ちょっと待って。足つった。痛い。ちょっと待って。ちょっと待って、カズさん。ちょっと待って。カズユキさん。カズユキさん。ちょっと待って。足つった、痛い。あかん。なんか。あー、いった。なった。ない。釣りがね、ゴリゴリに。和幸さん、タワーありがとうございます。お城ありがとう。和幸さん、ありがとうございます。ありがとう、わーい、嬉しい。達成したよ。だって、えさん、ほんとに。あ、もとちゃんも立ててくれた。もとちゃん、くまさん、ありがとうございます。ありがとう、わー、ありがとうございます。あ、たかさんも立ててくれた。たかさんもタワーじゃない、お城ありがとうございます。ありがとう。みんな言ってる？これなんか自分飛ばしてへんかな。言ってるかな、みんな。ちょっと待って。近いCさんもだよ。だって、近いCさんは何立ててくれたん？ちょっと待って。観覧車。あ、言わへんかった。あれ、うち自分誰が観覧車立ててくれたって言ったん？
でもカナちゃん1本やんな、立ててんの、うん、あれ、うん、2本立ててんの、ワイマツさん、え、待って、ねえねえのやつ見て、観覧車1本しか立ててへん、重なってんのかな、これ重なってた、近いしんさん、観覧車ありがとう、ありがとうございます、イエーイ、え、クリアできた、もしかしてできたんじゃない、わあ、ありがとう、イエーイ、観覧車2つある、お姉ちゃんに見えないんだけど、そうなんだ、ごめんなさいね、ちょっと見えませんでしました、すいません、見えなかった、あ、メリーゴーランド、目がカサカサする、え、いつでも行けるってことはオフの日で行けるってことやもんな、いいか、絶叫だろうな、うん、まだ達成してへんのかな、もうしてんのかな、どうなんじゃろ、え、え、ねえねえが絶叫になったら見たことない、はい、だって一緒に遊んだことないやん、え、香川で行ったやん、香川は行ったことあるけど、いや、それ乗ったことない、乗らん乗らん、当たり前やん、乗るわけないやろ、してるってって、マー君もタワーだって、え、マー君、これマー君のってタワーなの、いつでも行けるってない、期限ないのかな、でもどこどこが候補なんだろう、2年ぐらいあった、1年2年あったらよくない、行きやすくない、うん、暇の時1年ぐらいあれば嬉しいなって思うんだけど、有効期限、え、なんかどこどこが入ってんねんやろな、それ、あ、届いてからの選択肢、でもさ、20万ポイント回すねんやったらさ、2人分欲しいね、ペアチケット的な、うん、だって1人で行くわけないや、普通に考えて寂しいやん、だってな、な、な、富士急行ったこと、富士急、山梨まで行かなあかんや、遠い、遠いよ、見たことない、姉ちゃんはある、いい、知っとる、え、何もう一回言って、いや、山梨の場所がわからん、山梨上の方じゃない、上の方、上の方よ、きっと下の方ではないはず、関西じゃないやろ、うん、愛知とかの近く、え、関東、山梨について何があるってやるっけ、山梨、あ、知られた、あ、ゆうちゃん今電話すぎて頭一秒覚えてないから、あくび止まらへん、もう眠すぎてあくび止まらへんもん、そう、東京の左、でも夢の国行ってみたい、夢の国、うん、夢の国、うん、はすごい行ける、そう、高級じゃん夢の国は、でも夢の国なんて行ったらもうなん
何年前のことでしょう。え、マジで何年前ってマジ4年とか前かもしれない。そう、行きたい行きたい。ユニバもね、昔エイトがイベントしたん、ユニバのとこで。実は昔昔ある昔で、ファンの人とアトラクション乗ったりとかもしたん。でもそれしか行ったことがないんですよ。それしか、それしか行ったことがないのよ。やばくない？行ったことないの。めっちゃ行きたい。今さマリオみたいなやつとかさやってるやん、めっちゃ楽しそう。今日それ楽屋でも話したよ、メンバーと。いいなーっていう話をねしたの。その昔昔はるか昔、遠い昔昔あるところに、小学生の時に行った、しか行ったことない。行ったことない。だからさ行ってみたいなーって思う。でもちょっとユニバ行くんだったら、 大阪行き、ユニバのユニバ行く大阪までのあれもあれやもんな。ユニバ館行きたいなー。でもちょっと一番に近々だと普通に買い物行きたいな。買い物行きたいよな。服ないねん。そう、服買わんにゃーねん。服買わんにゃーいけんしね、アクセサリーも買わんといけんけんねん。だってイヤカフなくしたんやって言っとったやろねーねん。イヤカフなくしたってもよく、まあさ別に高いもんじゃなくてさ300円やけどさ。いやでもさ300円そう可愛かったしさ、しかもまださつけたのがさ2回目だったん。300円2回で落とすとかマジでもったいなさすぎる。なんかねでかかったし、耳がちっちゃいので、そのイヤカフが大きくて、それでねマスクしとったんよ。気づいたらなくなっとった、家帰ってきたら。早く、早く。耳は気づかんね。うん、確かに大きくてよく外れよった、ちっちゃくなるやつ。うん、いいかなと思って。でも可愛いし、私いつもゴールドばっかなんで、それシルバーなんだよ。マジでつらい。ないよ、なくしちゃった。だから新しいの欲しい。シルバーをね持ってないから、シルバーアクセは持ってなくて、ゴールドばっかりで持ってんのが。だからシルバーアクセ、そのあれだよ、あれ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 、ショールーム4周年の特別記念配信した時につけてたイヤカフ。いや見えてたんかな、あの時見えてなかったか。あの時につけてたイヤカフなんですけど、そうめっちゃ可愛くて、あの時服的にねゴールドよりシルバーの方がいいなと思って、うん、それでシルバーのアクセを行く途中で、イエーイありがとう、みんな達成したってな。パチ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 、ありがとうございます、嬉しい、イエーイ、わーすごい、やった、今日中に達成できた嬉しい、ありがとうみんな。特に一気に立ててくれた人たち、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。ありがとう。でもなんか全然立ててくれた人のコメントがないねんけど、ちょっとあの僕が立てたんだよみたいな感じで言ってもいいねんで、こういう時は。いいえって言う人、こういう時は、あ、いいえ、いいえ。
にあげた方が早いやってまあそらな確かにそんなリアル言われたらまあその通りやねんけど、そんなことはできらんからねカツアゲされただって、カツアゲされたの、カツアゲか美味しいよな、えわかる、カツ丼食べたい前もやった、とんかつ食べたい、とんかつ食べたいとだな、じゃあこの家アルバム、アルバム揚げ物せえんのよ、だから揚げ物は 買って食べんとっていうタイプのとこなんですよ、ちょっと後処理大変やし飛び散るからね油がね、うん、お鍋ないし、そう鍋ないし揚げようできるけどな、まあまあフライパンであの頑張ればできるけど、唐揚げぐらいだったらとんかつ、え、フライパンで、フライパン、あの鍋で、あでも油もったいないな、もったいない、わかる、だから毎日食べへんしな、なんかさよくさちょっとさ揚げ焼きとかだったらよくするやん、うん、多めの油 でもがっつりっていうのはさしないんだよね、そうだからね、うん食べたいよ。そう。串カツ、あ、串カツ食べ放題とか食べたいわね、串カツ食べ放題とか食べたくない、行きたい、あの二度付き禁止がめっちゃ、なんか普通にないっぱいこう置いてあってな、自分のなテーブル持ってきてな、焼くね、焼くんちゃんはあげんね、そうなの、なる、姉ちゃん行ったことあるよ高校生の時、地元やけど地元で行ったことあるよ友達と高校生の時に、あの連れてって食べ放題、うん食べ放題、なんか何十分食べ放題で自分のとこ持ってっていっぱいいろんなのがあるの、ちっちゃいミニミニサイズとかがそれ食べるってやつがあるんだよな、いいよね、串カツ食べたいね、串カツ食べたいよね、え、ゆりなちゃん胃もたれだからそんな食べれないんじゃない、だってその通りその通り、おいしく食べたら後でそう、おいしく食べたらいつもどうか揚げ物が無理やな、うん、永遠には、うん、じゃないもんだったらあの本当に無制限だったらいけるよ、私めっちゃなあの早食いプラスアルファ長時間食べない人ね、あめっちゃ食べるの早いの、うちめっちゃ早食いな、早食いのパクパクって食べて、パクパクって食べて時間空いてパクパクって、そう時間空けてパクって感じだから永遠無制限じゃないと無理、60分とかやん基本的食べ放題、いや無理なのよ、早くババって食べてお腹にパーイってなって、しゃぶしゃぶ、ほんで帰る頃に時間ですって頃にまたお腹すくねそうなの、食べ放題向いてないの、元取られへん、でも行きたいな言うとったやんな、しゃぶしゃぶやったっけな、しゃぶしゃぶって美味しいよね、お肉脂身が落ちるけんささっぱりしてさ、めっちゃ食べれるくない、しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶの食べ放題とかなんか行きたいな、しかも野菜もさ結構食べれるやん、しゃぶしゃぶってさ美味しいし、美味しい、あのクタクタ大好き、鍋とかのなんかさ一個の鍋にさ二つの味付けやろ、美味しいやんな、七瀬と大食い競争してほしい、あだだから私大食いが向いてないんだってば、なんか ね大食いって時間が決まってるじゃないですか、時間決められた中で私食べられないんですよ、だいたい人ってさ1日3食でできてるやろ、まあ食べて、まあ1日3食も食べてない人もいっぱいいますけど、なんか普通に食べてその時でもお腹いっぱいやからじゃあ次昼とかやん、私そうじゃないの、バーって食べてバーって食べれる量が少ないので早食いなの、バーって食べてでそれで
30分後ぐらいにまた食べてまた30分ぐらいまた食べてって感じだから、なんかトータルでどれだけってしてもらわないと、1日でどれだけ食べたかじゃないと、その時間60分の間でとかって決められるとそんなに食べられへんで。そうそう、だから1日にあなたはどれだけ何を食べましたかっていう競争だったらいけるかもしれない。結構食べてるからね美味しい美味しい。そうちょっとね、一回に大量は胃が持たないんです私すぐねお腹痛くなっちゃうか胃が痛くなっちゃうんで、そう無理、うん、だからずーっとご飯を目の前にずっと食べてる。そう、ね、チョコチョコ何かをずっと食べてる普通にただもぐもぐ、あれあれさっきまで、あれさっき飛び寄ったよなみたいな、またもぐもぐしよるやんみたいな、本当によく言われる。パパにもよく言われるな、えあんたまだ食べるんでどんだけ食べるんで、さっき飛び寄ったやろって。でもここがさ、そうでまた違うもん持ってきて、って次何食べるパパにめっちゃびっくりされた、ね、な本当に お菓子かと思う、次アイスまた違うお菓子持ってきて、うん、さっき違うの食べよったやろご飯戻ったりするエンミエンミとか言うのご飯戻ってどういうことっつってよくやります。あーほらほら1時間経ったかな、もう23時やな、もう寝てたいかもしれん、あくびめっちゃしてる。45分からOK、今日ね2回公演やったので、全然2回公演の話せえへんかったけど、うん、2回公演やって今日は1回目と2回目ね、2回目はあやねの生誕祭だったんですけども、あの明日5時起きなのでお風呂入っていきます。それは入っておいで、もう早く入ってて、もう寝なさいもう寝なさい、だって今から寝たとしても5時起きやろ、6時間しか寝られへんやん、あかん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 、私ももう眠いいや今日2公演してね、でももう2回踊った、めちゃくちゃ眠いです。今日も私のファンの人何人かいらっしゃってとっても良かった、嬉しい、ありがとうございます。まあそんな感じでですね、2回公演、オンデマかそれとも劇場か来てくださった皆さんありがとうございましたというわけでまたまたねいきなりまたぜひ遊びに来てください、待ってる。じゃあ私はもう眠いからお風呂に 入って寝ます。今日本当に寝れそう、とってもいっぱい寝れそうな気がする。明日何もないから仕事、寝る昼まで寝るとか言って結局寝られへんかったりすんねんけど、いやもう意地でも寝るもう意地でも寝る、眠たいから明日は意地でも寝たいと思います。ではではランキングを読みます。あ間違えた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 、13位シンド3、12位メタロポリスさん、11位ユリナタン、10位レオ、9あレオっていやレオが犬と同じ名前すぎて普通に呼び捨てしてしまった、レオさん、9位ヨーシーキーさん、8位ムトちゃん、7位ロバさん、6位ワイマーツ428、実写映画のルパンがあったらミネフ藤子や、やばい充電がない、1時間以上やってるからや、あかん充電器、チャララチャララどかどーい、はい、よし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 、はい、何やっけ、あそういやもうそんなナイスボビーじゃないから無理無理、ありがとうございます。5位チケンシーさん、4位カズユキさん、3位タカさん、2位ハル太郎さん、優しいのは旅行券を妹ちゃんにあげるんでしょう、だって私が自腹かい私が自腹かい半分だけなら出そうか半分だけなら出そうか、いやそっちあまり半分半分そういうことね、うん、そういうことね、
お姉さまが半分払えばええんか、妹と行くときね。確かにそれはやってる。稼いでるでしょ、だって。え、そうね。いや、どこがやね。お仕事してるでしょ。仕事してるだけで稼いでるわけではないよね。全然稼いでるかって言うとちょっと全く。稼いでたら全部自分で払えるから、生活費。払えてないから今。そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございます。タワーを読みたいと思います。ちょっとお待ちくださいませ。もう要は声が止まれない。地道な走り屋さん、タワー日本ありがとうございます。タワーじゃないわ、間違えた、お城だ。お城ありがとうございます。そして春太郎さん、お城ありがとうございます。ワイマツさん、うん、ワイマツさんもお城やったかいな。待って、ワイマツさんもお城やったや、ちょっと待ってね。ワイマツさんはメリーゴーランドだ。メリーゴーランドありがとうございます。ロバさん、ロバさんはあれだ、メリーゴーランド観覧車じゃない、あ、そう、観覧車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 観覧車、違えた。で、ロバさんはあの馬、馬じゃない、何もあってへんや、パンダに乗ったクマ、ありがとうございます。で、和幸さん、和幸さんはお城やったかいな。和幸さんお城だ、お城ありがとうございます。で、近いしーさん、近いしーさんが観覧車だ、近いしーさん観覧車ありがとうございます。で、もとちゃん、もとちゃん、くまのパンダありがとうございます。で、たかさん、たかさんお城ありがとうございます。その他にもギフトをくださった皆さん本当にありがとうございます。おかげさまで旅行券の明日までのやつの20万ポイント、うん、達成しました。わーい、嬉しい。もうね、なんかそんな娯楽なんてもう何年もねやってへんから、真面目に引きこもってたこのコロナ期だったので、もう2年ぐらいマジろくに買い物すら行ってないし、なんか外食も何もしてへんから、すごく嬉しい。いつ使えるか分からへんけど、いつくぐるかも分からへんけど、どこ行けるかも分からんけど、まあもし行ったらまた報告皆さんにします。ありがとう、嬉しいでした。では皆さん、今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。それでは今日も見ていただき本当に同じこと言ってんな。では皆さん、おやすみなさい、バイバーイ。やばい、固まった。